あいた。あれがわからんのよ、何メートルか。俺のこと狙ってるなぁ。とナイス !1135 メートル、オッケーはい、どうもお疲れ様です。t i ーでございます。今回はね、あんまりやったことないんですけど、え超遠距離狙撃のね、実況とっていこうかと思います。武器は SRR で、倍率はハンター、20倍ですね。だいたいですね、1メモリ400メートル、で、2メモリで700メートル、で、 えー、3メモリで950ぐらいですね。1000メートル以上になると3メモリと3分の1ぐらい縦偏差が必要になってきますね。それをね、大体ね、完璧にメモってあるんで、えー、それをもとにね、縦偏差でしっかりヘェッシュを狙っていければいいかなと思います。じゃあ、えー、やっていきましょう。で、動画の性質上ね、ちょっとカットが多くなったり、何試合かに続けて試合を、えー、やるかもしれません。じゃあ、よろしくお願いします。いた、スナイパー。えー、902.9本。この辺。 この辺狙えばヘッショなんだけど、おっとあれは 1000m3 と3分の1。止まらんか。止まんねえよなー基本的に。902.9本なんで、ここ。止まるよ。そのまま、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 そのまま。OK! ヘッショー !901m! よっしゃ、一発決めたったよ。<laughs> 縦偏差だ縦たい大体分かっていたよ。 これも一緒やな。2.9本なんで、ここやな。いけうわ、マジかもうちょっと、この辺かな。ナイス !861 メートルいやー、これは素晴らしい。面白いな。<laughs> 長距離射撃あんまり普段やらんけど、面白いな、これ。ほぼ一撃決めてんもんな、今。2と2分の1本やね、800メートルは。ここなんですよね。ただ止まんないから、横変差さすがにちょっと難しすぎるからね。 右往左往するしいたえっ、ー、と 914m は2.9本なんでここですねうわっダメか多分だ胴体に当たったからしばらく出てこへんなあいつ怖がってバイク乗っちゃったねバイク乗ってると狙撃してもいいけどね2.9本ダメだなあの岸の後ろに隠れちゃったね 縦偏差を計算してる間にこう動かれちゃうよね。覚えてればいいんだけど。おいける。えー、っと、925、3.1。多分いける。いけ。ナイスでしょ !925 メートル <laughs> 見たかね、偏差を覚えたら、こう、試し撃ちしなくて済むから、握られる心配がないですよね。うっそ今の列車でよくねマジか え、でも950だよね。あー、3.1本がね、950メートルなんだけどね。3.1って、まあ、3本のちょっと上ぐらいかなって感じなんだけど。まあ、しばらく出てこんかな。ちょっと見張っとくか、あの、今の後ろ。多分出てくるでしょう。うん。あの、PLD でこあの、敵を索敵してるね。まあ、俺のことなんだけど、俺を索敵しようとしている。いたえー、っと、929、3本ぐらいかな。はい、行け うわっ、横がずれたよ。いけナイスアイシャー !926m! えー、4キル一1ですとほ、命中率結構やばくないこの試合。ほぼ外してないからね。少なくとも、胴体にずっと当たってるわけでな。いいっすね。ま、あ、止まってる時しか狙ってないから、当たり前かもしれんけどね。さっきのね、PLD で覗いとった偵察がね、出てきてほしいねんな。かもやから。いた。 え 960m3.1 なんでここですね。一発でいけ。オッケー一発だ !949m! えー、っいたえー、!820m2 と2分の1とちょっと上ぐらい。いたスナイパーやな。どこやスナイパーが狙ってる。ん結構な頻度になってくんない一人か二人。二人二人ぐらい,いそうやな。今の感じやと。スナイパー。いたあれだ !1000m は3 3と3分の1なんで、ここですね。OK! 勝あ、1 0じゃないわ。991メートル。<laughs> 一発で決めるとはまさか敵も思っていまい。ハンターのね、ハンターのメモリとメ,メートルをね、ちゃんとね、メモしておけば、完璧作るっておけだけでね、全然違いますからね。遠距離速撃の、あのー、勝率っていうのは。あ、ジャベリン、760メートルは2と3分の1。足んだわ。あ、スナイパーいた。えーっと、何メートル レンジファインダーの範囲外だな。わかんねえ。1100ぐらいやとしたら4本、1、2、3、4本のここぐらいでいけるかなちょ、わかんねえ。この辺さ俺、俺知らないから適当。あー、上しすぎみたいだね。じゃあ、この辺かあー、胴体だったね。あれ何メートルやろわからない。多分4本ぐらいと思うけど。まあ、4本かな ?12、1200, 300あるかなえ うわ、完全ノーマークだわ。くそかー。40倍か !40 倍ね。まあ、やっぱ40倍の方が有利だろうね、そら。あー、でも多分それっぽいよね。4本ぐらいよね。でもあいつ狙ったかちょっとかしこ気がする。え百、ー、922は3.1もいらない。3本ぐらい。ここでいける。内イイショー !923 メートルそう、1000メートルまではちゃんとね、メモってあるんで。<laughs> センサーをね。あのー カンペを見ながら今撃ってます <laughs> 覚えた方は覚えたらかあのもっとねエームスピード速くなるんだけどねちょっと記憶力が記憶力がもうないもんでうーんスナイパーにね制圧を食らってるからで、ね、ちょっとアイテムよう動くなあれ2.9とりあえず撃ってみるか横にずれてるね縦偏差は合ってるはずやねんけどね合ってるねあれ ?800m かあれあごめん 800m だ間違えた 800m は2.5なんでここですね。止まらんかな次は絶対当てる。間違、うわ、水圧くなった。2.5なんで、次、あいつが止まれば絶対に倒せる。偏差は当てるからね。横にずれるから、あーもう動かれたうわー、もっと勝負しようよマジかよ。いますねー。あれはほんまに900か。900としたら2.9なんでここでいけるはず。ちょっと足りんかったな。 本ぐらい,いってみヘッショー !926m! ありがとうございます昔はね、この 926m の射撃するとマークスマンボーナス926もらえたんでね、ほぼあのスコアトップやったんですけど、あの芋が増えるってことでねあの、なくなりました。こういう僕みたいなね、外役芋芋プレイが増えるんでね。あれは1 0 0 0ル以上あるな。メモリ4本ぐらいになってみるあっ、いい感じやね。結構動かない,あいつ。 多分立てずこんなもんやと思うあ他のスナイパー下がってないやつ俺のこと狙ってないらしいさてちょっとね 1000m 弱なんよねさっきから弱990とかやったよねさっきね1000超えたいけどね <laughs> なかなかレンジファインダーの外やからね分からへんねん1000 <laughs> はいた えーっと、950m3.1 なんで、ここだんだけど、報復電車やめてもらえるかな打つかも。予測打ち。OK! やった予測で打った当たった !942m! 今のは結構難しいっていか、たまたまやねんけどね。いたえー、950m3.1 本。3.1メモリ。横変さ聞く。死んだか あ,いたあれが分からんのよ何メートルか俺のこと狙ってるなとやナイス1135メートルオッケーやったぜ覚えてないメモリーやけどなんとなく打ったら当たったぜ <laughs> まあ大体あの目ってことよね1100メートルがいいっすね今んとこオールヘッションのはず胴体で倒してない いたあれも多分分かんない。分かんないけどこの辺かなダメだね。上すぎたね。3と3分の2ぐらい。横にずれた。いけ動くなマジか動くな動くなあー終わったかいや、よかったね1100メートル級を決められてね。ちょっとカットしつつやったから、時間短くなってるやろし、もう何試合かやりますね。 あいるねえ 670m1.9 ぐらいなんだけど頭見えへんな1.9メモリ大体ねだいたいや2メモリいったらええかな670ぐらいだからね2メモリなんだけどねあいつ頭見えへんわ動きさあいったいっちゃったらああれもこれも660か2メモリでいけるはずどうやナイス 663m ヘッショありがとうございますえー、ただいま191です一発目ありがとうございます 次あいたああ狙われたないたえー、っと7 3 0ルはまあ2.2メモリとちょっとああ逃げちゃったか えーっと、950メートル。3メモリーと、ちょっとなんだよね。3.1ぐらい。これで動かなければヘッションになるはず。ナイス !939 メートル、ありがとうございますえー、2キル1です。そして、あの子、あの辺に行けんじゃないか。四500メートルやか。1と3分の1ぐらい。この辺、動くなよ。まあ、同点だよね。あれは普通の、普通の狙撃の距離だわ。 えーっと、あ、いますね。えー、っと、730なんで、2と3分の1ですね。から顔を出すかどうか。出した !2 と3分の 1!OK です !716 メートル、ちょっとへ、なんか、水圧も食らったけど。なんかタンクが打ってきてねえな。あれもいけるか。えー、っと、700メートルかなだいたい2.1。うえやべえやつ来たぞお前も知るんかいドナルド・トランプ。 いやー、マジで今のトロールやったな。<laughs> ビビったーなんか海外の人とかやったら動画にさえそう。いや、トロールだわ。さあ、よく見える場所まで来ましたよ。敵は、拠点におらんか。ここにおったら、やべえぞ、こいつ <laughs> ちょっと待って、俺、芋砂専用のやつがいる。ロードキルされた。いた。えーっと、800メートルなんで、2と2分の1でヘッシュですね。 ったら、制圧食らってな、さっきからずっと2と2分の1ナイスでしょ 738m そして俺を狙ってるスナイパーはどこにいる今ちょっと 1000m 以内やったら確実に狙えるんで1000以上行くとレンジファインダーの範囲外なんでね分かんなくなるとハンターで覗いた時の敵の大きさでねあのー、距離は測れるほど僕やり込んであるので <laughs> それはちょっとお許しいただきたいっていうところですけれどもどっからやればスナイパーてかなんかまた戦闘機来てくれへんかなこっち抜いたりたいねんけど まあクリップならん,ならんけどさあんなえあれかまたドナルド・トランプかお前やりに行きます。場所はもう分かったぞ。さてと、ドナルド・トランプは、えー、っと、フォックスのこの奥の岩の方だったから、あれだね、えー、っと900メートルなんで、だいたい3メモリですね。3メモリのちょっと下狙えば多分平手です。 ナイスでしょう一撃 !892 メートルありがとうございますドナルド・トランプヘッドちョットってもう、だいぶ穏やかじゃないけどね。うん。あんまり発言せん方がいいかも。えー、っと、7、800メートルなんで2と2分の1ですね。ここです。立つなよ。ナイス一撃797メート <laughs> ル見たか見たかこれが縦偏差を極めた男の実力よまあ、極めたっていうかカンペ見てるけどね。<laughs> 覚えてはいないけど。 さて、まだ多分ね、ドナルド・トランプが俺に何かね、何か仕掛けてくると思う。何か仕掛けてくる。何かトロールしてくると思う。わかんないっていうね。でもね、結構拠点取られてるから近くに湧きそうやけどな。あ、いた。えーと、500メートルなんで、1と3分の1ですね。あ、動いちゃった。あ、あれも、多分1と3分の1でいけるはず。ナイス、最初、500メートル。6メートル。これも1と3分の1で、ここ。動くなよ。動くなよ。多分止まれるはず、た多分、また。 1>, 1と3分の1です。ええー、マジでなめとあれ ?500 円な1。1と3分の1なやねんけどな。今ミスったかなんか。合ってるはずやねんけどな。どこやったっけ今の場所。ここらじゃあ、いたいた。1と3分の1。ここ。あれ ?520 か。1と3分の1。全滅したかな。あ、今、スナイパー撃ってきたな。多分ドナルド・トランプがね、俺を撃ってきてると思うね。俺のこと。 こ,こも,もう一発ナイスアイション 514m そしておそらくなんかドナルド・トランプがねどっかから狙ってきてる多分同じ場所から狙ってこいへんでも頭のいいやつやと思うねん多分な大統領だけにねあれじゃないなえどこやろどっかからやねんけど、ね、結構遠くかもしれんないたあれでもこっから絶対撃ってきたよねあ,あったあれや あれは何メートルか分からんぞものすごい距離じゃないえ、でも800かな一応もしあれが900、レンジファインダー通り900だとすると、メモリ3メモリで抜けるんだけど、多分無理だと思う。あれ ?900 かもしれんな、あれほんまに。えー、じゃあ880なんで、えー、っと、2.9メモリでいきますね。2.9はこの辺なんで、あれすごい場所いるね。全然、あの、光ってないもんね。 わすげえ目視できないなあ光ったちょっとそんな難しい場所じゃないねあれナイスショー8 8 0ルドナルド・トランプ様さあまあさてとまたあいつどっからいや今の場所やばいな全然なんかスコープの話は見えへんかったまたあんな場所行かれてちょっと辛いああいう場所が何個もあるんやろうかドナルド・トランプはいろいろしてそうやな多分ねシルクロードガチでだわ。 うん、まあスナイパーぶっだあれか。えー、っと、500m なんで、1と3分の1ですね。ここで。ここ。もう一回。ここ。動くな、結構。あれ、公平やね。グラフィックは。拾ったんか。あー、まあんまり勝負してこいへんなあいつ。あるいは場所を変える可能性もあるね。1と3分の1です。 ナイスセッショー !533 メートルそしてもう一人スナイパーがいるね、どっかに。おそらくドナルド・トランプやと思うんだが、どっかわからん。どこやろなスコープが光らないの場所やから。見つけるのだけでさ、いっぱい。うー、どこやまあ、俺ずっとこの場所で狙撃してるから、からここ以外にいい場所ないの。ああれは900メートルなんで、3メモリできますね。ここ。一撃ーいけるか。ちょっと、もうちょっと下やな。ここ。多分、ヘッシュい ナイス !876m、ドナルド・トランプざーモードナルド・トランプしか倒してないぐらいやけどね、今回 <laughs>。はい。他に狙いした人おらんかなまあ、ドナルド・トランプもさすがにね、あの、ハンタースコープ、メモリ何メートルまでか多分ね、知らんと思うんですよ。この調べたまん勝ちですからね、遠距離葬儀なんて。勉強したまん勝ちです。ちゃんと検証したまん勝ち。乗ってないからね。まあ、動画上げてる人がおるかもしれんけど、ちゃんと調べてみるんですよ。自分のね、あ 感覚に合わせてねあれは820なんで2と2分の1ですねここちょっと上すぎたかなあナイス一撃820締めるほんま八820あ,あそうかレンジファイで見たからああまあまあまあレンジファイルでほんま正解くなの、ね。うん多分この方向でもドナルド・トランプばっかりなんでんなキルがそれは面白くないでしょえー、あれは770なんで2と3分の1だね動くなよ動くな足ガッツリ動くガッツリ動くガッツリ動く ナイスショー動いてる敵やったわ !768 メートルそして今やっておった敵の左にもう一人いたよね。あいつか。800メートルなんで2と2分の1だけど、おそらくドナルド・トランプと思わしきやすかね。俺に制圧を受けてあーもうめんどくせええー、っと、あれどこやあー。大体、大体覚えた、大体覚えた。まあ、ドナルド・トランプは結構じっとしてくれるから、割と楽ねんな。バイポットやし。バイクないわ。歩いていくか。 えーっと15キロ 6S 胴体キルが2キルぐらい入ったかなちょっと残り130チケなんでね最後ドナルド・トランプをね抜いてねえあいつだけ抜いとかな多分同じ場所いると思うけどね俺が同じ場所に行くからお前も同じ場所に行け多分あいつドナルド・トランプやと思うんだけどあと7十チケしかないからね最後リベンジかませないかもしれへんなへ、えー、あーいなくなっちゃったえ全く見えへんねんけどあいつ え、そんな見えへんわ全然。えぐいなあれ。まったく見えへんねんけど。おっえ見えへんけど倒したやったやったぜ最後リベンジかましたったよっしゃーあすっきりしたおぉよっしゃー勝ちにげやあと40チケード,ドナルド・トランプにやられなければオッケーと。まあ、でも最後までちょっとキルを稼ぎたいんかな。またこの場所いよっか。 多分ドナルド・ランプがすぐに湧いて俺のことを狙ってくるはずやけどなんか全く見えへんけどなんとなく当たったわラッキーやなほんまラッキーやった今うんおおもう湧いたなどっからや最後多分仕掛けてくるよねあ味方がびっくりしたヘリーはちょっと狙えへんなまあドナルド・ランプなんかスコープ光る場所知ってるから腹立つん、ね、だ まあ 12K し最後は死なへんやろ。フリーとかじゃなくてね。え、どっからやろね。ーーあと 7K。ーードナルド・トランプ、どこやあれあれだわ見た最後見つけたうわ、あれ1500、1600あれだ。5メモリーぐらい必要な偏差やったから最後決めたかったけど、まあまあまあ、勝ち逃げってことで、えー、16キロ6ですですね。ほぼほぼヘッシュやったやろ。ヘッドショットリボーどんくらいもらったかな。 えーっと1個2個3個4個4個なんで12以上121312 12以上14以下かな14ヘッシュトグらいしたんじゃないかなはいってなわけでまあ2試合分かな実況としてははいじゃあご視聴ありがとうございました普段はね突砂とかアサルト使ってるんでよかったらえチャンネル登録よろしくお願いしますバイバイ